DMM パチさん専属のコーデイズキです。新大リアル収録第43回目でございます。おはようございます。やってまいりました、春なのに極寒でございます。おはようございます。今日も頑張っていきたいと思います。本日は神奈川県の富士相模原店様にお邪魔します。はい、新大リアル収録、本日はなんか珍しくフォーマルなドレス用意されましたけど、ちょっとよく意味がわからないんですけど、何でしょう。ブーケトス、何ですか。まあそうですよね、もうあれが私がみたいな。はい、私がみたいな、あれが私がみたいな。あ、私のコスプレ、30歳のコーデ好きのコスプレ、もう常に見てます皆さん。コスプレですらないし、どういうことですか。本日実践する機種はこちら、北電子さんから登場するマイフラワー30です。はい、私も30です。どうでもいいですね。はい、置いときます。本機はハイビスカスが光れば大当たり、非常に分かりやすい機種となっております。シナリオ管理型 AT 機で、シナリオは全部で10種類、ヤルさんとの解説動画もありますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、シナリオ管理型 AT でございますけども、シナリオに突入しないと意味がないので、そこ頑張っていけるように張り切っていきたいと思います。まずは機種説明をどうぞ。ホールに花を咲かせましょう、ホールに花を咲かせましょう。今回実践するマイフラワー30はシナリオ管理型の AT 機、ハイビスカスが光れば大当たり確定、非常に遊びやすいスペックとなっております。ボーナス確率はこちら、ボーナスは60ゲーム継続のビッグボーナスと20ゲーム継続のレギュラーボーナスを搭載。ビッグボーナスは赤7と白7の2種類があり、白7だと次回大当たり濃厚。ゲームフローはこちら、とにかくハイビスカスが光れば大当たり、初当たり後32ゲームのチャンスゾーンで大当たりを引ければシナリオに突入、告知パターンも多数搭載。今回実践する機種はマイフラワー30、高齢好きも30、花咲かせてやります。じゃあ行きますか。とりあえず光らせることを目標に、準備の間に周りがどんどん光っております。まあ、打ち方はバー狙いですね。で、斜めにベルが揃ったらベルなんですけど、あら、中段にベルが揃ったらって言おうとしたのに7が揃いますわ。どっち、あ、レギュラーです。レギュラーボーナス4回、ボーナスは自動で揃います。はや、全然打ち方説明できない。まあこのあと32ゲームあるので、その時にまた説明しますね。横コーンで、このバー狙ってるとチェリー止まるんですけど、この横コーンが第3停止まで続けばハートランプがついて1ゲーム連続。大当たりの後、リングの色が大事になってくるんですけど、初当たりの時はまだ白です。ここから 33% でシナリオに突入します。ここが大事、 33% です。ここはマジで引き次第、打ち方ざっともう一回おさらいすると、左リールにバー狙いでチェリーが止まればチェリーオア3連チェリー、中段にチェリーが止まれば中段チェリーで、スイカまで滑ったらスイカ狙ってもらって、スイカですね。でベルは2種類、
斜めに揃うベルが通常のベルで、中段にベルが揃ったらレアベル、レアボーナス当選率が高い役になってるのでチャンスでございます。おっと大丈夫、ここで折り返し、早い、隣がこれラストです。32ゲーム目、あーマジー、まあ、まだ初当たりですから、1回目ですから全然全然まだこれからでございますよ。設定差はレア役で言うとチェリーとスイカに設定差があるのでカウントしたらいいかなと思います。レアベルは全設定共通、レアベルは全設定共通です。今期はシナリオ管理型 AT 機となっております。光れば当たりでございます。真ん中のここのハイビスカスが光ったら当たりで、大当たり後は絶対に32ゲームのチャンスゾーンに、なんで喋り出したら光るの非常に使いづらいんですけどあ、しかもあの今告知タイミング結構いろいろな種類があって、今第3停止で光ったんですけど、レバオンだったり第3停止だったりいろいろありますんでお楽しみいただけると思います。分割してもあれなんで先にざっと喋っちゃいますね。初当たり光ったら大当たりです。大当たり後は32ゲームのチャンスゾーンに移行しまして、そのチャンスゾーン突破できれば、まあ、33% なんですけど 33% 突破できれば2連目からシナリオに突入するということで、まあ、シナリオ突入したら DMM パチタウンでシナリオ推測ツールなんてありますので、そちらで楽しんでいただければなと思います。ではお願いします。あとこのハイビスカスの点灯の仕方もいろいろありまして、プレミア普通のもの以外だったらビッグレギュラーボーナスです。なんかふわふわっていう光り方だったりとか、いろいろな種類あるので、特殊点滅が出たらビッグ濃厚になります。投資が2本、あと7揃いの仕方でいうと斜めに揃うことがあって、斜めが右上がりか右下がりかで奇数奇数偶数の下もありますので、どっちかに偏るようだったら参考にしてもいいかもしれないですね。なんか喋ってくれたらいいですけどね、大当たりの後。はい、 33% 引きましょう、突破しましょう。すごい弱くてお聞き苦しいところがあるかもしれないですけど、あと滑舌悪いのは舌に口内ができて、もう散々でございます。もう絶不調絶不調も見忘れないようにしてください。ボイスもなし、3度目のチャレンジ、いや3分の1ですからもういいと思うの、十分温まってる。番組としてのシナリオは完璧、2回ぐらいちょっとレギュラー引いて入らず次こそみたいな、ここら辺でシナリオに突入すれば、
突入していきます。大当たり期待度が最後のリングの周りの色で示唆されるので、そこを見忘れないように、まあ、この大当たりが終わったらまずボイスがあるかないか、あと金フラするかどうか、あとリングの色、まあ、3点見忘れないようにしていただいて、なんでしょう。大丈夫です。あ、なんか膨れますか。あ、じゃあやりましょう。どうしよう。3つですよね。いやでも90はマジで難しいと思うの。難しいな。1か2は入れといた方がいいと思うんだよな。じゃあ2、7あたり入れとこ。はい、2を7。なんか違うものやってるみたいですね。ここからはシナリオを推測していくんですけど、リングの色とあとは当選ゲーム数によっても示唆があるので、ボーナス終わりにその推測ツール、私も初めて使うので一緒におさらいと言いますか、予習しましょうか。いやでも難しいと思いますよ、使い方。そんなだって無料アプリですもん。無料アプリでそんな簡単なわけがないよ。やっぱ上位の色が出れば出るほど絞られてくるので、赤以上が多く出ると結構早い段階で分かってくるのかなと思います。レアベルだ。わー、ヒカルン世代。あー、あ、終わった。あ、赤じゃん。目指せフラワーパラダイスとも言いましたね。パネフラはなかった。示唆なし、はい。目指せフラワーパラダイスは示唆なし。あと赤なのでちょっとアプリ使ってみましょうか。でマイフラワー30検索してもらいまして、マイフラワー30のページからシナリオ推測ツール、まあ、上のタブがあるのでそこから選んでもらって、2連目当選したボーナス赤7レグですね。でボーナス終了時のリング赤を選びます。ボーナス終了時のセリフが目指しフラワーパラダイス、分かったものを全て入れていく感じですね。あと32ゲーム以内の当選、2連目終了後ってことなので、この後回していって当選したゲーム数を入れます。とりあえず3連目当たるか分かんないんですけど、この時点で判別スローをしてみると、249。おお、あら。うまくない？いきなりの2493種類絞られまして、この後なんか書いてあるのかな。可能性が高いのはシナリオに偶数連目をくぐり抜けるのは難しいが、奇数連目は継続期待度高め。すごい、まあ、さっき リング赤だったんですけど、もうそれがボーナス当選の期待度を示しているので、まあ、赤なんでチャンスではあるんですけど、次も赤とかだったら9ありえるよ。あとゲーム数ですね。ゲーム数8の倍数が当たりやすくはなってるんですけど、それ以外のとこで無抽選っていうのもあって、無抽選と抽選で分かれるんですけど、レアベルだと分かんないんですよね。あ、でも次8か。8の倍数1回のところで当たったらそのゲーム数で示唆されてる可能性もあるので、設定推測ツールに入れましょう。11ピックで、いやもしくは白7に。あー、レギュラー。繰り返しになりますが、ボーナスチャンスゾーン中は6対4。32ゲーム以内の当選、2連目以降を11ゲーム選択して判別してみます。あ、9がなくなった。24になりましたね。マジかー。
サー喋りました。パネフラはなし。最後のボイスがランクルナイサーだったのでグス濃厚でございます。ほら、あーもう 74% 超えたよ。よしやった、 70% を超えればクリアってことですね。はい、やった。これ逆にまず計測してて、ああ10だったらダメだってことですか。いや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 、70% を目標にやってますから。 100% 目標じゃない、 70% を目標にやってるんで。まあでもね、緑ね、怖いっちゃ怖いですよ。赤だと安心なんですけどね。でもレアベルとか引いてね、光らしちゃってもちゃんとシナリオに戻るのでところで終わるので、まあ、30、しかも点灯パターン24ですね。8の倍数なんで示唆はないです。でビッグですね、ビッグボーナスよ。よっしゃ、今4か、まあ、9が消えたので4か10が残ってるんですけど、次が赤以上だったら10、青とか出てくるとも全然わかんないどっちの可能性も残ります。青出た通り、わかんない。パネフラはない。まあ、緑以上気楽にやりましょう。でも緑でも中なんですよね、ボーナス期待が。ビッグボーナス。気持ちいいんですけど、全勝と。たまらんね。もう4です。 99.9% 4ですなのでこっからはシナリオ4と戦っていきたいと思います。もう大丈夫でしょう。もう完全成功、完璧です。みたいな、あとボーナス終了後のボイスは信じて大丈夫なので。左、何色か、白、怖い、ボイスなし。まあ、白でつきましたけども内部的に緑なんで、しかもここを超えると次がレインボーなんです。4だとここは超えたい、何が何でも、是が非でも超えましょう。へえ、やばい。31。あー、ラストです。2連かかってるのでは願い。うわ、5連で終了でございます。まあでもシナリオ4当たりましたので、また次3回成功しないといけないんで、サクサク当てていきたいと思います。よし、141回。変な音した。ピエローンって音した。狙えばバーが揃います。はい、美しい。ジェダチェリーです。
ボーナスです。美しい。50回ですね。あー白きた。これでもうシナリオ突破でございます。2ゲーム連が濃厚、中段チェリーからは白7濃厚でございます。まあ、なので初当たり中段チェリーだった場合はもうシナリオ突入ですね。中段チェリーショールームでも引かなかったのですごい純粋なリアクションしちゃった。またシナリオ予想の時間が来るのか。あ、これが初当たりなのでもう一回2連目を消化してから。いやでもいいフラグ引いた時ってなんか連チャンしない。過去ですよ、過去中段チェリーとかそういうなんか偉いの引いて伸びたことがあまりないので。いやいや、でも白7だからいい、そうなんですけど、まあ、ピックがピックが決まった。カートランプがつきまして、まあ、1ゲーム連ですね。ピックです。レギュラーじゃなくてよかった。で、ハートランプがつくと絶対にレインボーなのでここは推測できなくなります。まあ、初当たりの後なので全然関係ないんですけど、これが4連目とか5連目とかで出ちゃうと分かんなくなるのでそこだけは気をつけてください。はい、じゃあ2連目もう一回。はい、こうやって白とか出たら面白い。あ、右下がりか。通常だと中段に赤7が揃うんですけど、右下がりとか右上がりとかで設定示唆をしてまして、右下がりなので奇数示唆になります。右上がりだと偶数示唆です。ここからまたシナリオを推測をしていきます。さっきみたいに低い1、2を入れつつ1、7、9入れます。今度は奇数で攻めます。はい、さあリングの色赤以上出てくれれば分かりやすいよ。赤種札はない、ボイスもない。2、4、8、9、10かな。1、5、6、7がもうほぼ消えてるんで、8、レギュラーボーナス。音が止まるのいいですね。新モード3連目はレギュラー。8ゲーム目ここは示唆ないですね。青か、わからん、絞れず。種札もボイスもなし。うわ、2が濃くなってきた。あ、でも青だったんでもし2だとしたらここ超えるのが相当きついですね。逆にここを超えるようであればまだ残ってる9とかの可能性もぐっと上がるんですけど。次16。音よ止まれ。波の止まったよね。17。あ、しかも転倒だからビッグだ。ビッグボーナス、やったー。ズバ抜けました。9が 98%。 いいんですか、もう成功じゃないですか。いい、え、こんなうまくいくもん。あは、もう安泰、ずっと赤。あ、もうエンディング見える。エンディングいきましょう。エンディングいきます。赤、種札なし、ボイスもなし。エンディング狙えるシナリオは引っ張ってこれたので、エンディングまでいけるかは自分次第でございます。あー怖い、あーやばい、うーわマジ30。無理、叩けない。叩けないよ。31、うわマジ。32を引っ張っただけであって本当にお願いします。いきます。
エンディングの可能性が残る。お願いします。あ、レギュラーレギュラーボーナス、レギュラーに勝った。うるすぎだ、まあ、全然入れてないです。箱が大きくて重くて、よっこしょ、おばあちゃんに落ち着いた。設定さに関わるところが出てくれるとありがたいですけどね。1ゲーム目ピックでお願いします。あー、ピックだった。また偶数差ですね。ビッグボーナスよ。エンディングのセリフ発生条件がですね、3種類あります。1つ目、有利区間1500ゲーム到達。2つ目、2400枚獲得。3つ目が20連達成で、エンディングボイスが聞けます。左左、金降らした。設定4以上です。見事9シナリオ9を引っ張ってきて20連達成でございます。帰る？あ、だめだ、罰ゲームがあるので罰ゲームは回避します。罰ゲーム回避するためにまた当てます。4回。ああ、右下がり、ビッグです。
はい、7-1レギュラーボーナス。どんどん楽しんじゃおうって6以上確定。あ、やったー、これ罰ゲーム回避のチャンスですよだいぶ絞られたかね。5分の3当てればいいんでこれ外したくないうわー、バイブー。白バイブじゃないね、バウンドですね。9はさっきやったんで違うのが見たいなという意味を込めて6、7、8です。あー、やだな。 白だったら6残るけど、白以外だと6がなくなる泣くマジかー。もう7、8、9、10だけになりました8と10だったら絶対にここは突破できる連チャンなので、で9も赤なので、赤抜けるのを確率ですると結構低いんじゃないかなと。でなるとやっぱ7だよね。これ30、31決まります。7でしょ、これは7でしょ、入れますね終了です。ありがとうございました。はい、本日はマイフラワー31日打たせていただきまして、ちょっと寒いので上着着てますがご容赦いただいて、まあ、言いたいことはたくさんあるんですけど、まずは今日1日を振り返りたいと思います。まずですね、初当たり3回目でやっとシナリオ突破できまして、5連で終わります。その次がね、なんと中段チェリーからエンディングへ行きまして20連達成しました。これはマジで嬉しかったですね。本当にエンディングボイス聞けたのが何より嬉しかったのと、その20連の途中でパネフラが発生しまして、まあ、しごろなんじゃないかと、まあ、そこまでで右下がりが3回ぐらいあったので、あ、これは5なんじゃないかななんて思いながら、その後も続行しまして、まあ、2連、2連、7連みたいな感じで、まあ、何度か罰ゲームも回避したのでおロケで、収支の方もですね、投資200枚、回収が3216枚と、なんと3016枚のプラスでございます。いやー、ありがたやー上手でした、ありがとうございます。でですね、レンチャンも含めまして、ビッグボーナスが20回、レギュラーボーナスが22回と、最大ハマりが231ゲームだったので、もう本当にサクサク当たりまして、まあ、あとは 33% 自力でなんとかって感じですけど、ちゃんと3分の1 33% よりは取れてたので、私でできるぐらいですから皆さんもできます、大丈夫です。じゃあ設定推測の話もしちゃいましょうか。設定差があるのはスイカとチェリーの確率なんですけど、もう私が回したのが3297ゲームで、スイカが33回、これが 99.9 分の1、の、まあ、3か4くらいで、チェリーが55回で 59.9 分の1で、また3か4なんですけど、まあ、右下がりしか出なかったんですよ。ボーナス中の
赤七揃い、右上がりと右下がりがあるんですけど、右下がりが奇数、右上がりが偶数で、右下がりが4回出て、右上がりは1回も出なかったので、まあ、こんなにはっきり分かれちゃうとね、まあ、奇数だろうなっていう感じなんですけど。でパネフラ、ボーナス後のパネフラが4、5浪以上になるので、まあ、それも出たので、まあ、予想では5じゃないかなと思います。まあ、なんといってもシナリオ推測でございます。まあ、1回目の初当たりの時にボイスが流れちゃったらもうヒニアですよそっからシナリオだし、ナンクルナイサーとか流れたらもうその時点で2、4、6、8、10、まあ、偶数に絞られたりとか、ボイスが出たらもう聞き逃さないようにしてください。シナリオ推測していくのはもちろんなんですよ。どんどん絞られていくし、ちょっとしたきっかけで全然変動したりするんですよ。確率が全然変わってきたりもするので、まあ、そこもまた面白いし、これだって 99.9% ってこれだってなった時に、今は何連目だからこれと戦ってるっていうのが分かる、この壁越えればみたいな、その向こう側が見えるの、楽しさもありますし、シナリオを推測していく過程も楽しみつつ、シナリオが決まったらシナリオを楽しみつつって感じで楽しんでいただければなと思います。まあツールを使ってください。パチタウン非常に使いやすいです。もうね、私も舐めてましたよ。そんな無料でそんな優しいさ、そんな優しいのがあるわけないと。いやもう舐めないでくださいよって思ったら、もう本当に簡単、わかりやすいので、ぜひこれ入れてください。はい、ということで、まあ楽しさももちろんですけど、収支もプラスになったのでホクホクで帰りたいと思います。まあ、ところで、あのご褒美の方いただいてもよろしいですか？あ、ちょっと大丈夫です。ご褒美の方、あ、ちょっと本当にえ、これ、あ、これわかりました。大事に育てたいと思います。もう本当にお家に帰って大事に行きたいと思います。はい、ということで本日は富士相模原店様でお邪魔させていただきました。マイフラワー30、皆様もぜひホールでお楽しみください。ありがとうございます。はい、で、罰ゲームなんだですか？罰ゲーム、あ、そっちのノーズの花ね。これどうやってつけるんですか？しっくりきてますね。割としっくりきてますよ。もうこれでエンディングしても分かんなかったんじゃないかと思うぐらいしっくりしてますけど